皆さんこんばんは、関西ビジョンワーカー TV、本日のゲストは木村ひとみさんです。よろしくお願いします。こんばんは、よろしくお願いします。はい、本日のゲストの、木村ひとみさんなんですけれども、セルフマネジメントファシリテーター。はい、よく長いの覚えていただきました。皆さん覚えられますか？一回で、はい、覚えてくださいね。そうで、さらに女帝力プロジェクトリーダーをされているということで、本日のゲストに来ていただきました。はい、でその、多分ですけど私だけかもしれないですけれど、今の2つ皆さんご存知でしたかね。で私も初めて聞いたお名前といいますかお仕事のことだったので、その辺をしっかりとじっくりと、はいはい、どんどん聞かせていただきたいなと思っておりますので、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、っていうことで、はい、どこから話をしていただこうかしらっていう感じなんですけれど、そうですね、はい、そうですね、まず私はさっきですね、ユッキーさんにお紹介していただいたように、セルフマネジメントファシリテーターっていう仕事を、はい、まあ、今からこれをや力を入れてやっていこうと思ってるわけで、はいはいはい、別の仕事をやってるんですよね。あ、今現在、現在、はい、現在もっていう形ですね。はい、継続中です。はい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 、はい、でそれはすごく硬い仕事なので、はいはい、あとちなみに今度は柔らかい仕事もやろうかなと思って、はい、今度はその柔らかい仕事、はい、ちなみにそこの部分って聞かせていただいてもいいんですか、はい、そのいいです、今までのその硬い、はい、今までとか今もやっている硬い仕事ですね。はい、で、はい、今されてるのは、はい、それはコンピューターとか、あとビジネス研修とかの講師を、かっこいいですね。硬いでしょ。硬いというか、うん、なんかかっこいいっていう言葉になっちゃうんですけど、うん、はい、うん、それをずっと今まで、ずっと、はい、もう20、うん、年って言うと、うんうん、もう、うん、生まれた時からやってるので、ね、うん、そうですね。はい、はいはい、やってます。はい、その、コンピューターとかの仕事をずっとされていて、はいはいはい、こんな感じですね。今ね、はい、ここに出てるこんな感じでやってるわけですよね。はい、はい、そういうセミナーの講師とかも、そうですね、こんな感じでね、こうこれはちょっとまだ髪の毛短かった頃なんですけども、はいはい、今伸びてこのぐらいになってますけどね、うん、もうスーツを着て、はい、はい、っていう感じで今後ろ姿というかあれですけど、す結構じゃあ男性とかも、そうですね、まあ、男性の方も多いですし、はいはいはい、そういう硬い感じで、はいはい、やってるんですけどね、はいはい、今までも今もまあそれをずっと、はい、もちろん、はいはい、やっています、されていて、はい、で今から今というか先ほどお聞きしたそのセルフマネジメント、うん、はい、ファシリテーターはまた全然違う、はい、っていうことなんですね。そうなんですよ。そうなんです、はい、これはですね、どっちかっていうとその柔らかいってさっき言いましたけど、はいはい、女性に向けて、はい、でそしてそういうセミナーとかそのコンピューターとかそういうふうな、うん、ものではなくって、もっとこうお互いに気づきを得合うっていうような、はい、そういったようなことをしていきたいなと。はい、こうセミナーとかどうですか、皆さん講師とかって先生の話一生懸命聞いてこうノート取ってるって、うん、なんか学校っぽくないですか？うん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 、わかりますわかります。なんかそんな感じですよね。うん、そういうスタイルではなくって、うん、まあ、私が例えばまあリーダーになってこういうことはどうですか皆さんっていうふうに皆さんに投げかける、うん、そしたら皆さんがいろいろな意見を言う、でそれに対してじゃあこれはこうですかとかああですか、私はできるだけその答えを言うのではなくって、はいはい、私が問いかけていく、どん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 問いかけをしていく、はいはいはい、問いかけて皆さんが気づく、うん、でそれを促進する、それがファシリテーターの役目なんですね。はい、だから私は答えは言わない、できるだけ答えは言わない、うん、で皆さんが会って気づいたところで、気づきを促す、それがファシリテーターの役目だと思っているので、そういうことをやっていきたいなと思ってるんですね。へ、はい、
それでセルフマネジメントファシリテーターっていう、はい、自分をマネジメントする、自分の機嫌を自分でどうやって取るのか、簡単に言えばセルフマネジメント、はい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 、そういうことなんです、うんうん、人に機嫌を取ってもらうのではなくって自分の機嫌をどうやって取るのか、これがセルフマネジメントだと思うんですけど、それをこうしたらいいですよ、ああしたらいいですよっていうのではなくって、はい、自分で気づいていただけるように私が促すっていうことですね。こうどちらかというとこう導いていくっていうような、こうその気づいて、そうですね、ご本人がご本人で気づけるようになっていただきたいなと思っているので、から逆に私も気づかせてもらうこともたくさんあると思うんですよ。そうですね、そうなんですね。からなんでこの仕事をしようと思ったかっていうと、講師っていうのは自分が全部こう仕入れて、そして一生懸命こうですよああですよって皆さんに提供するのがお仕事っていうイメージだったんですね。だからどこかで仕入れをしてきて、はい、そしてそれを出すアウトプットするって感じだったんですけど、そうではなくって、はい、お互いにその場で、うんうん、お互いにインプットアウトプットをできたらどんなに素敵かしら、はい、っていうふうに思ったんですね、うんうん、そういったところからそういうスタイルのものを、それも女性に向けてやっていきたいなと思ったんです。すっごいな、あの共感できる部分がすごくあるんですけれど、ちなみにそれをこう、はい、ちょっとこうお聞きしていいかどうかわからないんですけれど、うん、はい、あのそれをしたいって思ったきっかけというか、はい、何かあったりされるんですか？ああすごく、ああそうですか、はい、あそれなんですけどね、それはね実はね3年ぐらい前にちょっとある人間関係で悩んでしまって、はい、で自分としてもなんでその時にそんなに悩んだのか今思い出せないぐらいなんですけど、自分の中ではすごく大きな問題だったんですね。でそれでその時にふっと思ったのが、私こんなに長く生きてきて今まで自分のことをが自分が一番知らなかったって初めて気づいたんですよ。私なんでこんな自分のこと何もわからないんだろうって。でそこでずっと自分とがっちりとこう向き合うことを生まれて初めてやりまして、私って何なの、私何が好きなのって、じゃああなたの中でこれはどういう意味なのとかっていうようなことですね。それに対してすごく一生懸命向き合ったんですけど、なかなかですねそういう答えが出ずに、いろいろネットで調べたりとかしてるうちにスピリチュアルなね話に触れたりとか、はい、いろいろするとですね、あのスピリチュアルな話って言うとワンネスとかね、でありのままのあなたでいなさいとか出るわけですよ、はい、ありのままのあなたって、いや私ありのままだけど、いつも好きにやってるけど、はい、何か今ここ今ここ分かります、今ここ何それっていうふうに全然分かんなかったんですね。で頭で理解しようと思ってなんとなくこういうことなんだろうなと思っても、ああこういうことなんだって分かんなかった、はい、でそこでですね今度本をいろいろ読んで、アドラーの心理学の本を読んだりとか、あと女性の男性のの本を読んだりとか、で次に読んだのが潜在意識なんですね。ね、2年ぐらい前入りましたよね、潜在意識で。でそこで潜在意識っていうので顕在意識っていうのがあって、はい、これが2層に分かれてて、うん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 、でそこの距離が遠いっていうんですかね、はいはい、そこの間に私はブロックがあるっていうことにようやく気づいたんですよ、うん、じゃあこのブロックはどうやって取ったらいいんだろうって思っててもや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 してたのが去年の9月か8月9月ぐらいですかね。でそれでしばらくしてて、それで、11月になって Facebook のですねタイムラインにある言葉が流れてきたんですよ。でそれは何かっていうと、そこにアクセスバーズって書いてあったんです。アクセスバーズは潜在意識のブロックに直接働きかけて破壊しますすごい、ぴったり、ぴったり、ぴったり、もうこれ何かを全然知らなかったんですよ。アクセスバーズが何かも全く知らないし、後で知ったんですけど、他にもいろいろとね、そういうあのセラピーの、あのツールっていうのがあるらしいんですよ、そんなのも何にもそういう世界は知らなかったんですけど、ただもうその言葉を見て
これだ、絶対私必要なのはこれだって思ったんですね。でそれで内容もよくわからないのに、教えてくださいとか言っちゃって、はい、それで習ったのが11月の末30日だったんですね。でその11月の15日にそれを見たんですけど、またその11月の15日っていうのはこれも運命だなと思うのはちょっと後でまたお話を差し上げます、はい、11月の15日に出会って11月の30日に習って、はあ、そこからですね、その運命の出会いがあって、で今この仕事に、そうです、切り替わっていくというか、そうですね、イメージ的にいくと真逆な方に、うん、真逆な方ですね、いったわけですよね。そうです、私これからもっとどんなビジネスをしていこうかとか、そんなことばっかり考えてたんですよね、うん、で、そのアクセスパーツっていうのはその潜在意識のブロックに働きかけて壊すって先ほど言いましたけど、うん、まあイメージとしては潜在意識と顕在意識、自分は今顕在意識の方にいると思ってくださいね、うん、で潜在意識っていうのは向こうにあるんですけど、うん、その間にすごく濃い霧が立ち込めてるっていうイメージしてもらったりと思うんですよ、うんうんうん、そうすると見えないですよね、うん、だからこの自分の今見てる世界だけだと思うわけですよね、うん、その霧がねちょっとずつ晴れていく感じなんですよ。うん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 、でも人とこう接触してるとまたこの霧がまたわーってくるので、うん、またそのアクセスパーツをするとまたその霧がうっすらと、全部すごく綺麗になるわけではなくって、少しずつ少しずつなんですけど、一瞬にしてドって綺麗になる時もあるし、ちょっとしか行かない時もある、うん、それは人の個人差だし、その時の違いなんですけど、そういう風にしていってどん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 自分が本当の自分に見えてきたんですよね、うん、その時に、はい、私ってなんでこんなに男化してるわけ、はい、おっさん化じゃなくって男化ですかね、はい、あそのこうなんかすごくわかります。今ねこう、初めましてでこう会わせていただいた時には全くその男化を感じないんですけれど、うん、あそうですか、ありがとうございます、はい、だけど、はい、そのおっしゃってる言葉のニュアンスだとかはすごくこうわかるんですけど、うんうん、それに気づいたんですよね。ずっと私はねこれファイティングポーズの姿勢でね仕事だって、さっき皆さんご覧になったじゃんセミナーですごい吠えてる感じだったんですよずっとこうファイティングポーズだったんですよね。もう戦わなきゃ、勝たなきゃ、勝ち負けばっかり考え、これですね、これですもうなんかうなってるでしょ、吠えてる感じじゃないですか、顔も険しいし、まあ、たまたまね、そうですね、そういつもこう怒ってるわけじゃないんですけど、こういう表情でがやっぱり見え隠れすることが多いわけですよ。笑ってる時間の方が少なかったりもするわけですよね。そうですね、そこでなんかこれは違うなって、私男化してるんだっていうところにようやく気がつけたんですよね。素敵、それ素敵。そうするとですね、はい、その気がつく前にちょっと伏線があったんですね、はいはい、でそれがですね、私、まあ、自分であんまり詳しくないんですけど、ちょっとタロットを自分で占ったりとか、はい、あとコンピューターの占いとかのタロットでできますよね、うんうん、ああいうのやってるとね、以前はねここにあるんですけど、これ女教皇っていうね、見えますかね、とこんな感じで、はい、そうですね、女教皇女子祭とかいうカードなんですけどね、これがよく出てたんですよ、はい、昔は、はい、でそれがですね、うん、ここそのアクセスバーズをやって、うん、ここ半年間ぐらいですかね、うんうん、これですね、そっちですね、女帝のカードばっかり出るんですよ。必ずどこかのポジションに女帝のカードが出るんですよ。あ、また女帝だ、あ、また女帝だ、うん、これは何を私にメッセージを送ってるんだろうと思って、女帝のカードの意味っていうのを調べると、うん、愛とかね、美とか、豊かさ、うん、はい、優しさ、はい、そして動じない、ぶれない、うん、そして戦わないっていうことだったんですね。ああそうか、私ずっとファイティングポーズで戦ってたな、戦うからしんどいんだって、うん、戦わなくっても楽に楽しく生きられるとしたらって思ったんですよ。あ、うん、それでね、
ああじゃあこの女帝のカードを意味するところをいろいろと自分の中でもっと追求していきたい、知っていきたい、もっと目覚めさせていきたい、うん、そういうふうに思ったんですね。そういうの流れで今に来たんです。それ、はい、でそれをまあ自分だけでやるのって大変じゃないですか。だからね、この世の中の女性の人とみんなでやっていきたいんですよ。あすごいわかります、ね、はい、もっとね、あの本当に私から見て羨ましいぐらいね、あ本当にあの女性らしいと思うような人も、そして逆にあの以前の私みたいにこうファイティングポーズしてて今すっごくしんどい人も、みんなでいろいろと気づきをシェアしながら、みんなでねこの女帝力っていうものをね、上げていくと今度はあの男性も楽になるんですそう本当にそうですよね。そうなんですよ。そうですよね。女の人がね、男化しちゃうからね、前と男の人って女の人の自分のないものを求めるじゃないですか。なのにないんですよ周りに。そうですよね、男化してるから、だから男の人の力も本当に出せないんですよね、そこで、そうですよね、だから本来の女の人の力を出すことによって男の人も本当に力が出せるようになるんじゃないかななんていうふうに最近ようやく気づきました、でもそう本当に私もそうだと思います、なんかこうそうなんですよね。同じように頑張るんではなくって、あの本当に女性は女性らしく、男性は男性らしく、その脳のね違いを認めて、でお互いに尊重し合うってすごい大切ですよね。うんうん、すごいわかります。それが女帝力っていう。そうなんです。それでだから、あの女の人ってみんなこの女帝のカードのこの女帝の力を持ってるんじゃないのかなと思ったわけなんですよね。だからそれで女帝の力、女帝力、っていうふうに思いました。それで女帝力プロジェクトリーダー、プロジェクトレーダーなんですよ。なんですね、はい、プログラムじゃないんですね。女帝力を教えるんじゃないんです。私も道半ばなんですよ。だから皆さんと一緒にやっていきたいと思ってるんですね、ただ私をその中でリーダーってつけたのは、はい私幹事やりますっていうことなんですね、皆さんでやっていきましょう。でも幹事さんいるでしょって、だから私幹事やっていきます。そういう意味でプロジェクトのリーダーっていうふうに命名したんですね。すごい。そうでも本当にそうなんですよね。そこに気づけるとすごくこう楽になることとかすごく多いけれど、やっぱりこうみんながみんながこう頑張りすぎてる中で、ちょっとそれをこう言い出せる人って、なかなかいないことを、あえてこうリーダー、私いますみたいな。そうです、私やります。素敵素敵、そんなリーダーです。そうです、そういうリーダーです、はい、それがこの女帝力。そうですね、女帝という、そうですね、カードが、そうです、教えてくれたんですね私に。最近そのカードがどんとこどんとこ出てきて、この間もね、今だからちょっとタロット教室に通ってるんですね。そうなんですか。ちゃんと勉強までこうやりたかったんです。それもやりたかったのに、そんなのやってどうすんのとか、そんなのお金になるのとか、まだそういうね男性脳の方の考え方をするわけなんですよ。やりたかったらやればいいのにね、そう思って、だから今はやりたいからやろうと思って行ったんですけど、その時にあの実習でね3人で一緒になって、じゃあ私占ってもらう人をやってもらったんですよ。占ってもらったんです。で1枚だけカードバンって出したら、それがまた女帝のもうやっぱりそうなんだってどこまで女帝なのみたいな。そうで昨日もタロットやったんですよ、また左の下に女帝が出るんですよもうやっぱりそうなんだって、もう見ない日はないんですよタロットすごいですねそれ、もうなるべくしてなるみたいな。そうです、なりなさいってことなんだなって、うん、思いましたね。面白いですね。本当にね。もうなんかこうだからもう引き寄せていってる感じなんですかね。そうですね。なんか引き寄せ、自分が引き寄せてるんじゃなくって勝手に導かれてるっていうか。そうか。あ、そうかそうか。うん、もうなんかこう
その道にこう自然とこう乗っかっていっちゃう、いっちゃってるっていう感じ、うんうんうん、私前からそうだったんですよ。コンピューターの講師するのも前からコンピューターの講師してたんじゃなくって、その前ジャズシンガーやってたんですよ。おーおーおー、またこれまた。そうで、その前歯科衛生士やってたんですよ。で初めてついた職業が歯科衛生士だったんです。そうなんですか。でも私なんか歯科衛生士とかはなんか向いてないと思うから、私学生時代歌やってたから歌を歌いたいと思って、うん、歌を歌いたいと思ったらなんかライブハウスのオーディションで通っちゃって、うん、そこからあれよあれよという間に関西のライブハウスとかホテルとか、うん、そういうところで歌うようになっちゃって、そうなんですよ。でそこでまた、でも私歌じゃないかもしれないって、歌ってもっと上手い人もいっぱいいるし、私違うかもしれない、他に何かないのかしらと思ったら、そこに出てきたのがあのアップルのマックだったんですよ。はい、マックがと出会ったんです。でその時も私全然コンピューターとか、うん、ワープロはねできたんですけど、コンピューターってものが全然分かんなくって、はい、マックって昔ね、皆さんマッキントッシュって名前だったんですよ。長かったんです。それ略してね、うん、マックなんですけど今ね、うんうんうん、マッキントッシュって聞いてね、私はねネスレマッキントッシュをイメージしたんですよ。ほう、ネスレマッキントッシュってユキさん何思います？分からない。チョコレートのキットカット、ネスレマッキントッシュのキットカットって当時宣伝してたんです、 CM で。そうなんですね。そうなんです、当時ね。だから私ね、おうおう、マッキントッシュ、ネスレマッキントッシュ、ああチョコレートの会社がコンピューターもやってるんだって、ネタだと思ったでしょ。違うんですよ、本当に思ったんですから私。そうなんですか。もうそれくらい無知で何にも分かんなかったんですよ。おう、でもこれだと思ったんです。すごい、ピン、そうなんです、ピンですね、ピンってくるんです、 ですね。なんかこれだと思っちゃうんですよ、はいはい、で最初苦労するんですね、うん、だからアクセスバードも最初ね、この頭にこうタッチしていくんですが、なかなかうまくできなかったりとかね、うん、苦労したんですけどね、 Mac も最初苦労したんですよ、マウスがうまく使えなくって、うん、これがうまくできなくって、でもこれだと思ったんですよね私、うん、でそれからやっぱり1年半ぐらい、1年間ですかね、うん、1年ぐらい経った時にちょうどそのアップルセンターというところのトレーナー募集、オンオープンに向けてのトレーナー募集っていう、うん、のドラバーで見まして、で応募したらなんと百数十人応募来たらしいんですよ。そのインストラクターに、取るの一人だったんですけど、うん、取っていただけた。すごい。そこからコンピューターコース。すごい。なんかもう導かれていくんですよ、もうこれだと思ったら、ああ、なんか、もうなんか考えないんですよ。わかる気がします、うん、考えないんですよ、はい、もうこれだと思う、歌わないというか、もうこれやってもなとか思わないんですよ。なんかこれだと思ったら、うん、もうそれなんですね、うん、はい、深く考えないんですよ。ああそうだ、これやろうみたいな、うんうんうん、もうずっとそんな人生です。それね、ひとみさん、もしかしてなんですけれど、先ほどちょっとちらっと出てきた潜在意識に関係してますよね、うん、それ。ああ、かもしれないですね。私も、うん、よく潜在意識と潜在意識のお話を、うん、私も聞くことが、機会があって、もう本当にその脳が本当にこう、もともとこうね、潜在意識の部分が、うん、はい、の方がすごい力を発揮するっていうお話じゃないですか。なんかこう頭でこうもやもや考えるとかじゃなくて、うん、あ、これって言った瞬間にそこがバーンって、うん、そう、働いて今があるみたいな。そうです、そうです、すごい。そんな感じです、本当に。そこをごちゃごちゃ考えちゃうとうまくいけないんですね。それが3年前だったんですよ。ごちゃ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 考えちゃって、そこまで何も考えずに、まあ考えてましたよね、仕事をしてるんですから。そうですよね。でも3年ぐらい前になって、なんか考えちゃったんですよね。すごいな、面白いですね。本当にもうまさしくそれをもう字で言ってるっていう、なんかだから今考えたらそうだったんだなと思うんですけど、はい、うん、その当時その、ね、理屈が分かんなかったから振り返ると、あ、私ってなんかあんまり考えないでこれだと思った方向に行ったら、なんかそれで行っちゃってるよって、うん、ワープどんどんワープするよねって、はいはいはい、うん、なんか後で気がついた感じですね。それも後っていうか最近になって、今になって、うん、
でもなんか皆さんそんな感じでおっしゃられますね。そうね、その時は分かんないですよね。でなんかこう本当にこうなんかこうあれこれ考えて、うん、あこうこうあだこうだこうだこうだじゃなくって、ほんであこうピンってこう思った時に、そうそうそう、うん、そのそこにこう委ねるというか、そうですそうです。だ選択しながら未来を作っていくんだなっていうのを最近すごく思うんですよ。未来を思い描かなくていいんですね。思い描いてもダメなんですね。その時その時に選択することで未来は変わるので、何を選択するのかなんですよ。だから運命は自分で作るんですよ皆さん。そうよね、うん、運命なんて決まってないんですよ、自分が作るんです。本当そうですよね。選択することで作るんです。でもそうですね、私もあのこうエステをしているので、うん、基本的にこう女性のお客様があのすごく多いんですけれど、はいはい、なんかこう無意識にこうしないととか、うん、ああしないとみたいな感覚の方ってやっぱり多いとは思うんですけれど、うん、あこれって本当にこう素直にこう選んでいくことによって、うん、あの自分の人生というか、うん、こう幸せになっていく、うん、こう道ができていくっていう、うんうん、そういう感じですか ね、 そうですね、本当に素直に従う、うん、最初にやっぱりこれいいなと思ったものがもう最近はですからあんまり考えないようにしてるんですね、うん、最近パッと見てこれがいいなって最初に目がいったものがやっぱり本当に求めてるものなのだろうな。でそこにでも待てよとか、はいはい、いやこうしたらとかっていうのが出てくるのが、うん、その2つ目3つ目の選択になるんですね、うん、っていうことも最近気がついてきたので、うん、できるだけ、うん、そのファーストインプレッションに従うっていうことをしようとしています今、はい、そうなんですね。すごい深いですね、うん、でもその、 あの感覚的にはすごくこう本当にひらめいたことっていう形ではあるんですけれど、うん、本当にこうねあの今のお話を聞いてると、それも全てこう何かにこう、ね、そうですね、うん、導かれてるというか、そうですそんな感じですもんね、うん、そうです。もうこれもう話聞き出したら止まらないですねあのもう皆さんぜひこの話を、ね、はい、あの直接会って、そうですね、あの、はい、ぜひぜひ、ね、ぜひぜひ皆さんと本当にねシェアしていきたいですし、皆さんにからも気づかせていただきたいですし、本当に一緒にやっていきたいと思いますね。そうですね、うん、ちょっとまずこの辺のねお話を、はい、あのちょっとぜひ本当にあのぜひぜひ、はい、ご本人から、はい聞いていただき、あの、ね、はい、あのディスカッションというか、そうですね、そういうことをね、はい、言っていただきたいですね。はい、もうちょっとこうもう終わらないんですけど止まらないんですけれど、はい、あの番組上ちょっとあの次のコーナーでいきたいなと思うんですけれど。あのっていうことで、あのそんなそんな素敵なひとみさんのプライベート、はい。またコロッとこんな感じで変わっちゃうっていう、これはこれはですね、私あの阪神ファンのですね、もう子供の時から好きだったんですけど、もうハマってしまったのが、今年で引退をされた福原忍投手なんですね。もう大好きで、で今年の引退試合にこれね、行かせていただいて、でこれもですね、あの行きたいなと思ってチケットなかったんですよね、うん、そしたら昔の虎友のお友達から、ひとみさんチケットあるけど行くって言ったら、と来たっていうね感じだったんですよ。また呼んだなって感じ、ね、だからちょっとこれね顔が泣き顔なんですけど、もう目離してて思い切り泣いちゃって、はい、っていうことなんですね。かわいいとか言っちゃって、はい、このねプレートはもう本当に何回もテレビにね映ったんですよ。あ、そうなんですね、はい、いい思い出ですよね。そうですね、それもまたね、はい、あとまたこれ、あら、はい、あこれはですね、素敵な写真ですね。そうでしょう。これね、あのマーブルビーチっていうね、あの、うん、ところがあるんです。南の方、あの大阪の泉南の方にですね、うん。そこから撮った夕日の写真なんですけどね。え、これはひとみさんが撮られた。そうなんです。いや、iPhone ですよ。iPhone で撮ったんです。すっごい素敵。そうなんです。え、これモデルとかで立て、はい、いや、全然。
これも引き寄せたのかもしれない、まあ、これはまだねアクセスバーズがやる前の話で、うん、もう2年ぐらい前の話なんですけど、はい、でカメラもじゃあそうなんですね、でこれ私夕日の写真ばっかりその人間関係悩んでた時に、うん、夕日の写真ばっかり撮ってそれで心を癒そうとしてた時があったんですね、うん、はい、で夕日を見つめてぐすんとかね、うん、っていうこう切ない気持ちになってたんですけど、うん、それでその夕日の写真ばっかりを撮ってたことが人のちょっと目に留まって、うん、あの新大阪の方のギャラリーでですね、はいはい、あの写真展を個展を2年前にさせていただいたんですね、うん、あなたをと夕日を見つめたいというタイトルですね、すごい、なんですこれも本当に写真撮り始めて2年ぐらいでやりませんかみたいな、こんな私のこんな写真 iPhone ですよ、コンデジですよ、いいんですかって一眼レフとかわかんない、全然持ってないですけどいいんですか、うん、いやそんなの関係ないからって言ってこのギャラリー の, あの野村先生っていう先生がですね、うん、はい、言ってくださって、はい、やらせていただいたんです。野村先生お元気ですか、元気ですか面識ないですけど、はい、素敵。そしてこれはですね、うんうん、あの私のダーリン、中西靖さんですね。おっとダーリン、はい、でね、これ見ていただくと中西慶三って書いてあるのが、慶三さん、すみません、はいはい、慶三さん呼び捨ててしまいました、はいはい、あの中西慶三さんという方とね、はい、中西靖さんと2人いらっしゃるんですけど、私は靖さんの方のファンです、はい、慶三さんはとってもでもいい方ですとってもあの素敵ないい方です、うん、でも私のダーリンは中西靖さんの方です、うん、でよくねあの最後の雨という歌をね、はいはいはい、歌われてるんですけど、その歌を歌ってるのが中西慶三さんだというふうに間違えてらっしゃる方が多いようなので、靖さんの方ですので皆さんお間違いなくよろしくお願いします、はい、もう愛ですね、そこ愛ですね、でですね先ほどの、はい、あの福原男前覚えていただいてます、はいはいはい、あの技術をここに生かしてですねこういうものを持ってあの言ってます、はいはい、であの彼のですねコンサート、さっき の, あのアラウンド40コンサートっていうのを、うん、あの行ったんですけども、はい、2回行ってるんですけど、うん、2回とも千何百人入るホールなんですよ、うん、そこのですね1階の真ん中の一番前、うん、おっと引き寄せましたねこれもね2階ともです、もう素敵、はい、であの中西さんがこのボールを持ってくださったという取りに最後取りに来ていただくあのくださって、うん、お渡ししたらこう持ってくださったという、うわおすごい、はい、そうなんです、愛がなした技ですね、はい、もうそれね、それで中西さんで一つね、うん、先ほど後で言いますって言いました、そのアクセスバーズと出会ったって、うんうん、でまあ、30日の日に教えてもらったんですけど、アクセスバーズっていう言葉を目にした日、その日がですね、うん、なんと中西靖さんが、うん、東京でねライブを、それもジャズのライブをされるっていう時にのその日だったんです。私その日まで中西さんって大阪に来られる時だけ行ってただけだったんですね、うん、それも年に1回来られるのそれにちょろっと行くだけだったんですけど、東京までわざわざ見に行こうと思ったことはなかったんですけど、ジャズを歌われるっていうので、私中西靖さんのジャズってもう本当に前から聴きたくって、でそれでそれだったら東京でも行くと思って今までにない選択をしたんですね、うん、その時にアクセスバーズっていうのが来たっていう、もうこれも何かのシンクロニシティかなって、そうですね、はい、私すいません今ゾクゾクしますそうなんです、すごい、もうその本当選択したことで何かが本当に変わる、何か変える変わったことをすると何か変わったことが来るんですね、うん、面白いですね、そうなんです、さすがだこれ、本当にびっくりしました、ということです、そんなプライベートを持ってるどうやってるでしょ、でもあのさっきのねお堅いお仕事っていう話の頃もそうだったということを聞くと、なんかそのねそあの垣間見れますよね、そうです、はい、なんかそのなんでそういうたたファイティングポーズをしながら出ても そ,、はい、そのプライベートではそういうピュアなねそのなんでいうそのもう愛あふれる、はい、そこがもうこの女帝を本当に、はい、引き寄せた、なんかあの中西さんのコンサートに行ってる時、私はピンクのオーラが出てるらしいんですよそれ何よりですよね、はい、そうなんだ、もうそんな、はい、あのね魅力を今
となってはもう裏でもないし表でもないし、もうこのまんまって感じ。このまんまです、はいはい、ビジネス講師ももうこのまんまでいこうと思っています。そうですね、そうそう、そんなひとみさんからあの、はい、素敵なプレゼントを今日本日もいただいているので、はいはいはい、ぜひぜひそれちらを、はいはい、ご紹介していただきたいんですけれど、はい、それはですね、その、はい、私らのアクセスバーズっていうのもやってるんですけども、はい、他にですね、その体のブロック、体が持っているブロックですね、そういったものも、はい、あの破壊っていうか外していくっていうボディープロセスっていうのがあるんですね、うん、それをお顔にするっていうのがありまして、うんうん、はい、それをフェイスリフトというふうに呼んでいます、はいはい、フェイスリフト、顔をリフトですね、はい、はい、大体あの60分、まあ、90分両方あるんですけれども、うん、あのそちらをですね、はい、モニター価格といたしまして、はい、半額で、まあ、モニターさんというか皆さんへの特別価格としまして半額でご提供、先着10名の方に半額でご提供いたします、うん、はい、これ10名様ですよ。そうです、皆さんどし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 、ちなみにこれは早い者勝ちですね、はい、で早い者勝ちで、10名様ということで、はい、応募の方法ですけれど、はいはい、でこれはですね、あの私の方 の、 あのアイプロダクトの方のですね、はい、方のところにアクセスバーズっていうバナーを貼ってありますので、そこをポチッと、アイプロダクト JP の方です、 JP、はい、うん、後ろが JP です。これはあの IT の方の硬い方なんですね、はい、JP を通っていただきますと、はい、アイプロダクト JP で出てこない、あ、これです、うん、はい、でこのちょっと下の方にスクロールをしていただきますと、はい、ここですね、アクセスバーズっていうのがありますので、そこをポチッと押していただきますと、そのアクセスバーズの私がやってるサロンのホームページになります、うん、はい、でここにですね、お問い合わせお申し込みっていうの、お問い合わせのところをポチッとやっていただきますと、セッション申し込みっていうのがありますので、そのセッション申し込みのところから、分からなかったらお問い合わせでも結構ですので、うん、そこのところに、今から言っていただくキーワードですね、そうですね、はい、それを書いていただくとか、はい、関西美人ワーカー、あのワーカーで、うん、見ましたとか、はい、いうことを書いていただいた方、先着10名に、半額で受けていただきます。すごい、ありがとうございます。皆さん、はい、今の、はい、あ、そうですね、こっちの方が直接いいですね、そうですね、はい、で関西美女ワーカー BB を見たというフレーズをキーワードを入れていただいて、そうですね、はい、ぜひぜひ、はい、10名様なのでね、はい、そうですね、あっという間ですよ、あのアクセスしていただいたら、はい、そうです、はい、見たって言って、そう、見たって言ってはいですね、はい、あ、それとすいませんが、うちの、サロンはですね、女性専用なので、ああそうですね、すいません、はい、男性の方は、ね、はい、もちろんね、フェイスリフト男性の方もね、やっていただけるんですけど、うちのサロンはちょっと女性専用ですので、その点だけご了承ください、うん、はい、ご了承ください、まあ、あのね、あのこの魅力に触れたい男性も男性たくさんいると思いますけれどありがとうございます、はい、そうです、はい、あ、これがね、私がやってもらったですけどね、左側がなんですけど、うん、右側ですね、うんうん、もう顔が全く変わっちゃう感じ、そうですね、別の人になっちゃう、うんうんうん、目がね、やっぱりパチッと開くっていうのが、そうです、ね、このフェイスラインですね、顎のライン見ていただいたら、うんうん、ね、全然違いますよね、ここが影がね、できてるので、うんうん、はい、こんな感じで感じに一気に変わっちゃいます、一気に変わっちゃいますですよねっていうことを体験したい方はぜひ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 、はい、はい、あのアクセスしてください、はい、で本当にすっごいもうあっという間に時間が過ぎていっちゃうんですけれども、まだまだ最後に、はい、ひとみさんの方から、はい、PR といいますか、はい、なんかお知らせしたいことなどをお聞きしたいな、はい、はい、実はですね、先ほど私昔あのジャズシンガーをしてたって言ってましたけど、もうやめてですね、はい、20年ぐらい経って、まあね、子供の時からやってるので、ずいぶん経つわけなんですが、はい、歌おうと思いまして。おっと、来ました、はい。これもですね、そのアクセスバーズの後ですね、それで歌おうと思ったんですね。はい、
で本当はもう一回やりたかったんですよね。それがブロックして、うん、絶対自分はもうできないとか思ってたんですけど、やろうと思って、なんとそしたら今度は歌いませんかということになりまして、うん、今度のあさって12月の10日に、はいはい、梅田のオールウェイズというライブハウスですね、はい、デューがまあ5組出るんですけども、うん、そこで黙々というですね、はい、はい、ユニットで出演をいたします。でお昼の1時開演でしたかね、でして、そして私の出番は2時からですので、はいはい、どなたでもお気軽にお越しいただけます。チャージ500円プラス飲食代ですので、はい、お気軽にお越しいただけますので、ぜひともお越しいただければと思います。たくさん他にも美しい女性の方も出られますのでね、すごいですね。ちょっとそれワク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 、ね、気軽にそうです。して、はい、させていただけるんですよね、はい、そうです、普通のお店なので、はい、キャパも結構あるらしいんですよ。あ、そうなんですね、はい、梅田のオールウェイズ、オールウェイズです、はい、ぜひぜひ自販をね、こう、はい、作って、はい、皆さんね、はい、ぜひとも聞きに、はい、いらしてくださいね。はい、もう本当にもう聞き始めるともうどん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 聞き入ってしまうというかもっと聞きたいというふうに本当にね、すごく本当に魅力的で、いいえ、ね、あ、いいえって言ったらいけないんですよ、こういう時ありがとうございます。まだついついやっぱこういうふうに言っちゃうんですよ。そういうところも皆さんと一緒にね、こう気づきながらやっていきたいなと思うんですよね。そうですよね。今日私もそんなお話をちょうどお昼に聞かせていただいて、そうそう、そう、家ではなくてありがとうですよね。そうそう、ありがとうございますって素直に受け取りましょう皆さん、ね、そうですね、はい、そう自分にも言っかせますはい、もう本当にね素敵なひとみさんなんですけれども、またね、はい、またこういう機会がね、を作ってまたね、はい、お話をぜひ聞かせていただきたいなと思うので、ぜひとも、はい、ね、よろしくお願いいたします。今日はありがとうございました。どうもありがとうございました、はい、またでは皆さん、はい、次回も楽しみにしてください。どうもありがとうございました、はい、ありがとうございました。今日もご覧いただきありがとうございました。本日のゲストはね、木村ひとみさん、本当に素敵と言いますか、こう魅力あふれる満載な方だったんですけれども、実はね、これ今回私もお話をいただいた時に、ひとみさんのお話をこう文章でですけどね、こう見せていただきながら、なんかすごい縁を感じたんですね。でそれ何かっていうと、先ほどこうひとみさんがおっしゃってたこの女帝っていうこのキーワードなんですけれど、私もエステをしながら、本当にその女性の魅力というか、その人が持ってる価値に気づいていただきたいなっていうのをいつもこう心に思いながら施術をさせていただいてるんですね。それ何かっていうと、先ほども出てたように、こうどうしてもこう社会に出ていくだったりだとか、こう家庭を持っていても、いろんなところでこう男性と女性の違いっていうところに、こうなんていうんですかね、こうファイティングポーズを取ってしまう、その中でこう自分自身も苦しめてしまったりだとか、でそこがこうまた影響していってるっていう。でも女性って本来本当にその笑顔だったりだとか、その本当にその人が持ってる魅力っていうことだけでも本当に価値あるものっていうことに気づいていただきたいっていう思いがすごくあって、でその本当にそのなんていうんですかね、ひとみさんの話にもあったように、その魅力に気づいていくっていうことがとても素晴らしいものになっていくっていうことを、どん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 本当にたくさんの女性がね気づいて、でそこからまた笑顔のスパイラルがこうできていくっていうことを、私も
ずっとずっと常々思っているので、あの今日のねお話を聞かせていただきながら、あの本当に素敵だなって思うのと、あのぜひねそういう輪が広がっていって、そういうねあのディスカッションというか、そういう機会がねどん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 増えていったらいいなっていうふうに思いました。ということで、またあのこういった形でね、それを見ていた、今日もね見ていただいた方にもそういうエネルギーがこう伝わっていったりだとか、でまたそこがまたね広がっていくような番組作りをしていきたいと思いますので、また次回も見てください。ありがとうございました。